はい、こんにちは。マーティン・ルマイヘルスです。今日はこちらですね。うん。ライダーキックスフィギュアの仮面ライダージオとビルドアーマーと仮面ライダービルドラビットタンクフォームです。はい、ということで仮面ライダージオのフィギュアね、うん、これ先週出てたんだけどちょっと紹介してませんでしたね。はい。で、こちらレジェンドライダーシリーズのビルド。そうこれはですね9月8日本日発売ですね、うん、なので、ちょっとこれも開けてなかったので今回全部開けて遊んでいきたいなと思います、はい、じゃあ開けていく前にやっぱり今日もやっちゃおうかな、うん、おがんのー5秒間、うん、今日もやっていきましょう、うん、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、うん、じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう、はい、登録してくれたかな、一緒に行ってわかんないけどもしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ早速開けていきましょう、うん、はい、こちらがライダーキックスフィギュアの仮面ライダージオですね、うん、思った以上に良い出来だね、そうだね、うん、びっくりした、でちょっと細身なんだけど、うん、まあこれはしょうがないね、アーマーを着るからね、そうだね、はい、全16箇所稼働だね、あ、そっかそっか、で首もちろん動く、これ首動くの重要だよね、首、うん、で、あと胸とかね、うん、腕にライドウォッチホルダーありますね、うん、腰には軸ドライバーで、ここ気づかなかったんだけど、うん、これ時計のデザインになってんだね、時計デザインになってて仮面って書いてあるね、あ、仮面ってなんか書いてある、うん、ありますか、頭と同じデザインがあるわけね、うん、はい、そして時間ギレードと交換用の手首入ってましたね、うん、時間ギレード軟質パーツだけどちょっと曲がっちゃってたんだけど、そうだね、これこうやって戻してあげるとすぐ元に戻るんで、うん、あ、ちょっと曲がってるけどね、うん、こうジオのねこういうポーズね、そうそうそう、はい、こうなってますけども、うん、で右手ちゃんと時間ギレード持てるようになってね、そうだね、これ最初からこうしっかり持てるのがいいね、うん、こういうね君のハートを狙い撃ちみたいなポーズもできるね、うん、はい、そしてこちらがビルドアーマーですね、うん、このジオに装着できるやつなんだけど、うん、これねこの状態にするのがめちゃくちゃ大変だったね、うん、すごい外れやすいからね、これがやっとできた状態だね、そうそうそう、で裏側にすると激状態だね、うん、はい、じゃあこのジオにビルドアーマーちょっとセットしてみてください、はい、はい、ということでこちらが仮面ライダージオビルドアーマー、そうですね、ごっつすぎず、うん、いい感じだよね、でちゃんとねあの各部曲げられるんだね、うん、それがねすごくびっくりした、うん、あの窮屈になってなくてちゃんと顔も動くし足も動かせるし、すごいね、ちょっと感動もの、うん、とってもいい出来ですね、うん、今までのゴースなんかパーカー の顔の部分でさ全然ダメだったもんね、動かなかったりとかね、うん、いろいろ障害が今まではあったけどこれは素晴らしいと思いますね、うん、はい、ということでこちらが本日発売のレジェンドライダーシリーズの仮面ライダービルドラビットタンクフォームですね、うん、これは去年まで出たボトルチェンジライダーシリーズとは違って分割はできないですね、うん、ただその分首曲がったりこの胸が曲がったり、ね、基本的にこのジオとね、うん、同じ関節の動きで、うん、体格的にも方法は一緒だね、そうだね、うん、ビルドにもさっき一度と映ったと思うけどこの手首パーツついてきますね、うん、それとマスターのドリルクラッシャーがついてきてます、うん、でちょっと驚いたのが去年までのボトルチェンジライダーシリーズと比較してみるとね大きさ違うのね、そうだね、で今回のジオも小さめなんだ、うん、だから去年までのフィギュアと一緒に遊べないこれじゃ、そうだねこんなさサイズ違うと思わなかった、一回りちっちゃいもん、うん、ちなみに総動のビルドと比較してみるとこんな感じ、うん、だから総動とボトルチェンジライダーシールの間でね今回のレジェンドライダーシールですね、うん、そうで、ジオと一緒で手首パーツがちょっと中途半端でこう開いてる状態なので、うん、ドリルクラッシャーしっかり持つことができてポージング楽しめそうだね、これはね、いいね、ビルドの方にはこの足にね穴とかが開いてないのでアーマーを取り付けたりとかすることはちょっとできなさそうだね、あ、でもこれもしかしたらこっち側の突起部分取ったらはめられるかもしれない、えマスクは
マスクは？マスクはやっぱ違うか、うん、はまんないね。さすがにビルドビルドは無理だね。そうか、ビルドビルドは無理か。はい、ということで今回はライダーキックシリーズの仮面ライダージオとビルドアーマーと仮面ライダービルドラビットタンクフォームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。